はい、今日は豚カツの唐揚げを作ります。ガツはあまり聞き慣れなくて使わない素材ですけど、唐揚げにすると美味しいので、やってみますね。この白い部分はカットします。ここは美味しい部分なので、次回ガツ刺しにしたいと思います。この部分を唐揚げにしていきます。この茶色いところも唐揚げにします。この黄色い部分は美味しくないので、カットします。ガツはかなり弾力があるので、小さめに切ると食べやすいですね。ガツは、豚の胃袋にあたりますね。油が少ないです。ガツはタンパク質が多いので、人気があるみたいですね。2、3時間冷蔵庫で味を染み込ませます。
自分はカリッとするのが好きなので片栗粉だけつけます。あとはお好みでお願いします。あとは揚げるだけです。白い粉がついてカリッとして美味しそうですね。きつね色になったので取り出します。出来上がりです。ご視聴ありがとうございました。